して急にいなくなった。俺が帰ってくれば何もいらないと思っただろ。どうして急に戻ってきたの。ピアノを借りに来ただけさ。帰ってきたのはあなたに会いたかったからです。どうして。言うまでもないことだからこそよ。あなたのことが好きだ。動物は愛を交わすとき死に身を委ねているのですが、そのことを全く知りません。私の考えないところで存在する。私の存在しないところで考える。言語で思考するのはやめなさい。言語は人間が作り出したもの。最初に人間を、人間を支配したもの。一方人間はそれを知っていて体験するのです。そう、人間自らが死を選ぶのだと言ってもいいくらい。人間は他者を通してしか自らの死の理想を望むことができない。セックスが自殺の一形態だという点で我々は意見の一致を見たのです。おはよう。よくお眠りになれましたか。私は現在私はコンさんです。私はチキボーです。私はオタマジャクシです。ますます妄想が激しくなられましたね。私はシンフォニーです。私は大喝采です。私は大成功です。やばい、誰か記憶再生装置の信者勝手にいじってる。誰だろう。あいつらだ。あいつら4人に決まってる。院長もだ。院長僕を裏切ってあいつらと国なんだ。じゃあ不調もだな。あいつらできてるんだ。来たねー。あいつらに僕の母さんの記憶を勝手に伝えてたまるか。僕だけが知っているお母さんの記憶の保存場を作るんだ。あの日だ、宿題を教えてくれたあの日だ。少女たちの体中に燃え上がった。女の子たちは痛くなかったのかな。痛かったけ
初めてのセックスみたいな嬉しくもあったのね。ともかくベイビーとクラブパラスタですのもんか体内の奥深く見守った。鉄は来たね、到着され、そして私たちを見落とした。いくつもの戦車大砲軍が戦列上、新しい男たちのために。鉄は国家なりだね。ところがその鉄の束は燃え続けた。ぐるぐると母の体内を巡り続け、燃え続け、止まろうとしない。太陽と鉄な三島由紀夫な、この偉大な母なる天体、発光一流の天体をへめぐりへめぐり増殖し、ああ全アジアを殺戮で支配したのだ。鉄は建国となり、権力は神聖にして、おかしめたらその天皇となり、天皇は神風となって受け荒れ、